三嶋大社の流鏑馬は源頼朝が1185年に天下太平や五穀豊穣を願って奉納したのが始まりで、800年以上受け継がれてきた伝統的な神事です。境内に設置されたおよそ240メートルの馬場では、太鼓の音を合図に武者装束に身を包んだ射手たちが馬に乗って駆け抜け、3つの的を次々と矢で射ていきました。今日は三嶋大祭りの最終日ということもあり、三嶋大社にはたくさんの人が詰めかけ、矢が的に当たるたびに大きな歓声が上がっていました。